この日もターゲットは番組収録。今日の楽屋もいたずらを仕掛けやすい部屋だ。今回は何気なく置かれた電気ポットに細工をした。こちらですね。はい、もう少したらディレクターを打ち合わせに。はい、お願いします。お願いします。週刊誌を読み始めて10分が経過。雑誌に飽きたのか、ついに出川が動き出した。いよいよポットを使う。ここから熱湯地獄が始まる。おつ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 、なんだこれ、あっつあっつい、あっつい、あっつい、熱い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 。なんだよこれ。熱いよ。43回も連呼したディガオ、今日は星4つ。あー楽しかった。